東京ですとかね、こう東京と東北とあとそれこそ世界中の方々とのこの復興に向けた頑張っていこうっていう輪が、それこそ絆ですよね。それがこう少しずつ膨らんでって、スクラムが組んでいければいいなと思いますね。